ヒューズ XH-1723 トンもの積載能力を持つ XH-17 世界1の直径を持つローターが特徴的ヒューズ XH-17 フライングクレーンはヒューズエアクラフトのヘリコプター部門で計画された最初のヘリコプターである直径134フィートの2枚ブレードの主ローターを持つ XH-17 は5万ポンド 23トン以上の総重量を持ち上げる能力を持っていた。YouTube でいくつかの動画を見ることができる。重量物釣り上げ用回転翼機の XH-17 は15トン以上の荷物を持ち上げられるように設計された。製作期間の短縮を図るために XH-17 の各部はその他の航空機から流用されていた。前輪は ノースアメリカン B-25 ミッチェル爆撃機。後輪は、ダグラス C-54 スカイマスター輸送機。燃料タンクは、ボーイング B-29 スーパーフォートレス爆撃機の後部爆弾槽内に搭載する、航続距離延長用の追加燃料。タンク、コックピット部は、ウェイコ CG-15 グライダーのもので、養成業用に使用される。テールローターは、 シコルスキー H-19 のものを流用していた。1940年代遅くにヒューズ社がヘリコプターの分野に事業を拡大する意欲を大きくしていたところ、1947年8月にヘリコプター製造業者のケレが巨大な XH-17 フライングクレーンの設計案をヒューズ社へ売却し、 ケレット自身も XH-17 実験機の開発に関与し続けた。1948年に XH-17 は型となり始め、1952年からカルバーシティ上空での3年間にわたる飛行試験が行われた。1953年に XH-17 は5万ポンド、23トンを超える重量の状態で飛行した。 本機は最大の回転翼直径を持つ航空機として世界記録を保持している。その扱いがたさとそれ以上の開発による効果が疑問視されたため1機が製造されただけであった。推進方式は通常とは異なり2機のジェネラルエレクトリック J35 ターボジェットエンジンを使用してローターハブを通して中機を送り出し高温の圧縮空気が 中空のローターブレード内の耐熱、耐圧配管を通って燃料と混合されるチップジェットまで導かれていた。飛行中にローターは毎分88回転で静かに回転した。ローターは中心となる軸ではなく先端で駆動されるため補正すべきトルクはほとんどなく XH-17 のテールローターはその大きなメインローターに比べると 極めて小さなものであった。このチップジェットによるローター駆動方式は燃料効率が低くテスト機の航続距離はわずか40マイルでしかなかった。XH-28 は最大重量を10万4000ポンド47トンの派生型であったが木製モックアップが製作されただけで計画は破棄され実機が製作されることはなかった。ありがとうございます。